剣崎は日本海軍の給油船運送艦。艦名は三浦半島東南端の剣崎による。支持機に続いて日本海軍の保有した2隻目のタンカー。港内での重油補給を任務とした小型給油艦で日本海軍発のディーゼル推進艦となった。1916年に計画された。この当時の日本海軍の戦艦。 巡洋戦艦の重油搭載量は約1100トンに達していたが、従来の300トン石重油船では、その搭載に時間と労力がかかった。また重油輸送には建造中の旧油船指示機の他に少なくても2隻が必要とされた。そこで、対象5年度の軍備補充費の雑船製造を、やりくりし1100トン石重油船を1隻建造、翌年度以降に予算が許せば、 もう一石建造することが1月27日に提案された。この提案は同年3月に認められ、5月31日にクレアテに製造訓令が出された。同年6月26日にザキと命名。当初は大正5年度中に竣工の予定だったが、材料の遅れや工術のディーゼルへの改造に手間取るなど、後に竣工期日は7月末。 8月末、11月末と3度変更された。翌1917年2月27日、暮れイ軍交渉で、気候6月20日浸水、11月30日、竣航した。期間は、ディーゼルエンジンを求めていたが適当なものがなく、やむなく、レシプロエンジン、一軸推進の計画とした。その後裏風がたく艦に搭載されなかったディーゼルを、 流用、二軸推進とすることが決定した。1916年9月26日に予算変更の訓令が出され、翌1917年4月26日に養目改正の訓令が出されている。竣工後は、当時のディーゼルはまだ信頼性が十分でなく、また扱いにも慣れていないこともあり、たびたび故障に悩まされた。例えば、クレから横須賀。 佐世保への公開中に必ず一回はエンジンが停止したという。原因は、吸気弁や排気弁が折れる、付属のアルミニウム銅が焼損する、燃料補給が不安定になり停止するなどだった。起動にも時間がかかり、かつ不確実だった。本館が暮に入港時には、危険回避のため在泊感染すべてにボイラーを、 子宮転化するよう要望したという。このため1918年3月から5月に横須賀海軍交渉で修理を行った。弁は、節村部の直径を増して、新規作成アルミニウム銅は、素材の厚さを増し、燃料補給系も、重油6機の能力を上げるなどの改造を行った。これらによりエンジン停止の症状はなくなった。 その他燃料ポンプの改造を行った結果、起動時間も短縮された。ただし、まだ冷却水ポンプ、注油ポンプなどに依然問題があり、1920年5月23日から8月3日まで、横須賀海軍交渉でポンプ改造が行われている。竣工後の任務は主に内地間の輸送任務を行った。1920年4月1日に、 特務管類別等級表が定められ、県崎は運送管に類別、内部資料では給油管とされている。1926年以降第四予備管となって、のまと並んで、クレコに係留される状態となり、1934年4月1日に除籍された。除籍後は、翌1935年に農林省に移管、指揮官僧などの整備を行い、 海洋取り丸となる。それからは主に北方漁業保護のために使用されていた。太平洋戦争海戦後は農林省の所属のまま第五艦隊付属の気象観測圏紹介船として使用された。1943年以降は南方にも進出し、1945年1月1日には特設砲艦として再び海軍席となる。 同年4月19日に、北海道日高沿岸で、海上機動第3旅団主力を乗せた、輸送船、大誠丸を護衛中、米潜水艦の雷撃を受けて、大誠丸と共に沈没した。県崎については、階級は、就任時のもの。小山田茂蔵中佐、1917年11月8日から12月1日、丸橋誠一郎中佐。 1917年12月1日から1919 19年11月20日、野村二作中佐。1919年11月20日、野村二作中佐。不詳から1920年11月12日、西野作太郎中佐。1920年11月12日から1921年7月20日、鈴木源造中佐。 1921年7月20日から1921年12月1日。柴田久江中佐。1921年12月1日から1922年4月1日。北村栄子中佐。1922年4月1日から1922年11月10日。平山久志中佐。1922年11月10日。 マイナス1923年2月20日、安野康史中佐、1923年2月20日、不詳、鈴木秀次中佐、不詳から1923年10月15日、相良達夫中佐、1923年10月15日から1924年12月1日、小林進中佐、 1924年12月1日から1925年8月1日、江原治虫中佐、1925年8月1日から1926年2月20日、福田義尾大、尉、1945年1月1日から1945年5月10日、日本海軍全員官邸市場艦 P197 では、1917年11月30日の、 竣工当日の撮影と推定している。対象5年後分尾口巻二24、製造画像27によると製造訓練時の予算は40万440円。ディーゼル搭載決定により35万7240円に、改正日本海軍艦船名工ピアニッシも206から207、では、飛行日は三月五日になっている。ハット AB 浸水日は、 戦士創三31海軍軍戦備1の付表3から1、大正9年3月長官邸王目等、一覧表その3などでは6月21日、昭和造戦士 1P795 では6月20日になっている。大正5年たち103号の命名では、剣崎となっているが、以下本文はすべて剣崎とする。ありがとうございます。